ついに出ましたフィアット500のクロスオーバー SUV。 実は車サイズオリジナルの500と比べて大きいんですけども、もしここに500があったらその全体のプロポーションというかプロファイルはオリジナルの鎮光そのまんまこのサイズに拡大しているので、同じファミリーという言い方ができますね。ただ 500X と500の間には先に 500L というモデルがあるそうなので、この3つで500の新しいファミリーが形成されています。さあ、フィアット500の、クロスオーバー SUV ですね。もともと水道ハッチフィアット500チンクが出て、ヨーロッパでもこうベストセラーになったわけですが、その後で 500L というちょっとロングホイールベースのモデルが出たんですね。でこれもまた人気で、そして今回は X ということで SUV が登場しています。ですからフィアット500は単なる B セグメントのハッチバックではなくて、500シリーズというなんかこう新しい一つのフィアットのモデルがここにあるんですね。その中でも一番その最後に登場した 500X は、今流行りの B セグメントの SUV ということで、日本ではちょうどマツダのデミオベースで作られた CX-3 が非常にこう人気が高くなりつつありますけども、世界の人々はちょうどこのぐらいのサイズ、このぐらいといっても、実際は5ナンバーじゃないですから、非常にゆったり乗れるんですけども、一時その SUV ブームが、ポルシェのカイエンとか、大きすぎるんですね。ですからその下の下ぐらい、B セグメントの SUV が今一番日本のみならず、アメリカでも人気が出てきているというのも納得できます。そんなサイズ感を持ったこの、クロスオーバー SUV 500X ですけども、フィアット500ベースで作られたとはいえ、非常にこの骨太い感じがありますね。で実際に乗ってみると、今ガソリン車のマニュアルの FF なんですけど、サスペンションが非常にしなやかで、そのしなやかだという裏には、ボディがこうカチッとしっかりしているという、そのフィアット500からはちょっと想像できないぐらい骨太い感じがあるんですね。でこの辺が第一印象の中では非常に光った点かなと思います。日本にはこの右ハンドルガソリンの、トランスミッションが急速で、入ってくるというふうに言われてますけども、残念ながら今回この国際試乗会ではマニュアル車のみ、もちろんヨーロッパでは、MT、AT とガソリン、ディーゼル、両方があるわけですけども、今回は残念ながら、ガソリン車のみで、試乗会が行われてますね。それと同時に、ディーゼルはまだ日本にはこう入らないということなので、どうしてもディーゼルだと、デミオの場合もガソリンとディーゼル両方あるんですけど、ディーゼルが人気高いんですけど、実は100キロぐらい重量が重かったり、それがほとんどフロントに重くなるので、ハンドリングではむしろデミオガソリン車の方が軽快だったりするので、この 500X も今こう FF のガソリン車乗ってるので一番軽いバージョンなんですね。これがディーゼルになって四駆になって AT になるというと、どんどん重くなりますから、ある意味でそのベースの車としては、素性を知るにはこのガソリン FF の MT というのも500X を評価する上で大事なモデルだと思います。乗り心地がいいのは、低い速度だけじゃなくて、高速道路で130キロで走っていてもワインディングを60から80ぐらいで、結構こう走っていてもやっぱりサスペンションがものすごくしなやかにストロークするんですね。でフリクションがないので、とにかく刺すがいいという感じですね。で今タイヤは、ヨーロッパの、この辺アルプスが近いですから、オールシーズンというかヨーロッパウィンターを履いてますので、タイヤのコンパウンドも確かに少し、
夏タイヤよりも、低温でしなやかなゴムを使っているので、まあ、この辺も乗り心地の良さには貢献しているかもしれませんね。エンジンは、直噴ガソリンターボ、1.4 リッターですね。ですからトルク的にはまあ十分、走ることができます。やっぱりこの走る楽しさを、まあ、どんなモデルになってもちゃんと残してるっていうところが、まあ、やっぱりイタリアのフィアットらしいところですね。まあ、デザインもエンジン音ももう人間がこう五感で感じるところを、まあ、最小限しっかりとこう失ってないっていうところがいいですね。まあ、ややもするとこう機能主義に走ってしまって無味乾燥な車になりがちなんですけど、そういう意味でこの世界にある SUV の中でも一番しなやかで、気持ちよく走れる SUV としては、まあ、ドイツとはまた違った意味で、非常にこう魅力的な SUV だなと思いますね。結構小回り性能もいいし、日本にこの右ハンドルの右ハンドルでガソリン FF マニュアルっていうのを入れてもいいかもわかんないですね。でなんで FF マニュアルがいいかというとやっぱり軽いですね。で軽いのでドタバタしないから、うん、乗り心地も非常に快適で、こうちょっとこううねってるところがあってもスッてこうストロークしてサスペンションがしなやかに動くんだけど、その後のお釣りが来ないでカチンとこうダンピングするようなところ、この辺はやっぱり相当走り込んでこの車作ったなって感じがしますね。まあ、もちろん日本には右ハンドルのガソリンで、待望の急速 AT が入るそうなんですが、実は今回こちらでの試乗会では、マニュアルトランスミッションのガソリン車しか乗ってないんですね。であとこちらではディーゼル車があるんですけども、まあ、ただ車の重量を考えるとディーゼルエンジンとか AT って重くなるんですね。ですからそういう意味で、FF 車の二輪駆動の500X のガソリンマニュアルというのは一番シリーズの中で軽いので、今日乗ったのが一番こう軽快に走れる、もちろん4駆モデルもありますけど、まあ、4駆にすると60キロから70キロぐらい重くなるかなと思いますね。